シンクロエクシーズフェスティバル。イベントは混沌を極め、世界は3つの勢力に分かれていた。双剣、電脳界、十二獅子。激戦必至のこの環境。一方その頃、モリンペンは、論理はよくわからないが、隠してフェス専用の触手ネトラレデッキを作ることになった。環境相手にも勝てるように、ゾージーを2枚とトークンコレクターを3積み。メインデッキの大半がトラップで、魔法カードは0枚。ここまで来ると潔い。もちろんラドリー3枚の採用も忘れずに。必須 UR はアーゼウスくらいだから、持ってなければ他のカードと差し替えても良い。どう見てもエクシーズデッキだが、せっかくのフェスなので申し訳程度のシンクロ要素を追加。ラドリーにデストルドを墓地へ落としてもらおう。するとレベル7シンクロが立てられる。モリンフェンはブラックローズドラゴンとか入れたかったけど、持ってなかった、残念。デッキレシピは概要欄にも貼ってあるし、マスタージュエル内のデッキ検索でも引っかかるよ。もし今回のフェスで使える他のデッキも知りたい人は、エクストラゼロフェスの時におすすめを紹介してるから、よかったらそっちも見てね。さて、次に触手ネトラレデッキの新しい仲間を紹介しましょう。トークンコレクター、3枚。説明不要。双剣と勇者をぶち殺すため。デストルドー、1枚。墓地から自己蘇生できるチューナー。どんなモンスターと合わせてもレベル7シンクロが立てられるので優秀。スターライトロード、2枚。ハーピーの羽暴起対策。相手の大量破壊を無効にして、スターダストドラゴンを呼び出せる。このカードの代わりに天国の王を採用しても良い。でもスターライトロードだとサンダーボルトも防げるんだぜ。あとトラップトリックで持ってこれるから便利。汎用レベル7シンクロ、2枚。好きなシンクロを採用しよう。モリンフェンは持ってたブラックローズとデストロイサムライを突っ込んだ。ちなみにブラックローズはシンクロ対面で強いし、怪獣とも相性が良い。新規セイントレア、1枚。エクシーズ素材を持っていると戦闘破壊されない。つまり殴って4素材アーゼウスになれる、以上。バージェストマーノマロカリス、1枚。いつも使ってない方の触手の親玉。素材はレベル2が3体と重いが、立てられれば強い。フリチェ破壊とドロー加速。しかも触手だからモンスター効果を受けない。あとモリンフェンはね取った相手モンスターでエクシーズできるジアンデッドヴァンパイアを入れたかったけど。最新パックを100パック開けて出なかったので諦めました。ぶち殺すぞ。じゃあ実際にデッキを回してみましょう。初手にゾージーがありますね、ラッキー。ここだこれでお互いに7枚。ゾージー打ってトントンとか、どういうことなの？なんか打ち返されました。まあ、このターン特殊召喚できないんだけどね。ガンフセインド。これはバロネスの予感。裏守備にしてあげましょう。あ、破壊された。じゃあこっちもバック破壊する。なんでうらら通常召喚してるの？ハリラドンでもする気だった？
残念、フェスではリンクモンスターできんです。多分レベル7シンクロしようと思ったんだけど、うららもトークンもチューナーだったんやね。触手でいつものドロー加速。ついでに盤面の触手も増やします。ランク2のエクシーズ召喚。出すのはもちろん。人のように、生まれし頃より、ネトラウェイ。赤章で効果を止めに来ませんね。触手はモンスター効果を受けないと分かっているのか。じゃあお言葉に甘えて展開しましょう。トークンコレクターをレベル2に変換。今度は3体でエクシーズ。罠を素材にしてるので不利地破壊。もちろん赤章では止められません。はぁー、ニビルを隠し持ってたのかぁー。生き残った。何度も言いますが、触手はモンスター効果を受けません。もう勝ち確定でしょ。なるほど、結構なドロー力をお持ちで。でもね、トークン出せないんだ。ニビルを処理しながら展開。相手は心が折れてサレンダー。対戦ありがとうございました。このデッキは常に高攻です。だってフェスだと理不尽な制圧をしてこないからね。それにライスともケアできる。やったぜ、トークンコレクター持ってた。これは完全に勝ち確定。はぁー、いや、大丈夫。次のターンに墓地から蘇生できる。はぁー、どんな手札してんだよー。こっちは手札に触手ゼロでラドリーしかいないんだぞー。はい、バロネス確定です。触手いない、どうしよう。せめてラドリーは無効にされませんように。触手が落ちたので全不戦と。破壊されるくらいならチェーン発動。よし、何でも無効を使わせたぜ。ここでチューナー引くなよー。双剣のレベル7シンクロか。まさか。エクストラから召喚したので墓地から迷い風を回収。でもガイザーは効果の対象にならない。おいおい、これ止まんねえぞ。どうすんだこれ。だがそれは止めるー。よし、どうにか生き延びた。ラドリー、ラドリーが死んだー。この人でなしさて、相手の伏せカードは双剣安全。何でも振り手に前破壊。つまり動くと死ぬのでエンド。ここからは賭けです。バロネスにスターライトロードさえ抜かれなければ。そう来ると思ったぜー。モリンペンを舐めるなー。
ありがとう、流星。俺はこのデュエル、必ず勝つ。さて、このデッキにおけるゾージーの使い方を教えます。召喚してエクシーズの素材です。バロネスの攻撃力をゼロにしてあげる。迷い風の効果無効と攻撃力半減は永続だから安心だね。トークンを優先して処理しよう。まさかのアドバンス召喚、これで攻撃力は五分五分だな。だが甘い。幻影カードを素材にしてるからフリチェ効果発動だ。あそこから逆転勝利。対戦ありがとうございました。今度は触手まみれだ。なぜか相手は動かないね。ガン伏せしてエンド。相手は電脳界ですね。ゾージーが引けたので投げる。止められたー。ここから展開が長いので早送り。残りのカードが3枚になっちゃった。相手の攻撃は幻影くんの戦闘破壊耐性で止める。ベアトリーチェを止めながら触手を領域展開。出すのは新カードのセイントレア。普通に攻撃します。これで4素材アーゼウスが確定です。効果発動、とっても綺麗になりました。また相手の展開が長いので早送り。触手はモンスター効果を受けないのでアーゼウスと相性抜群。さあ、ここから反撃タイムだ。まずは触手の親玉を召喚。連続罠発動で仲間を呼ぼう。
さて、次にエクシーズするのは、ムコ様の効果発動。地属性が特殊召喚されたので地属性をデッキから呼ぶよ。ライフを半分払って手札のデストルドを特殊召喚。レベル7シンクロするよ。ここブラックローズ出してれば勝ってたね。なんか計算間違えた。相手に突破されないことを祈りましょう。特殊召喚したのでヌコ様の効果発動。エクストラから出たので墓地の迷い風を回収。ふっふっふ、勇者を見越してトークンコレクターを出しておいたのさいっぱい展開して気持ちよく勝ちましょう。邪魔なキツネを裏守備にします。そしてレベル2を大量に出す。あとは幻影さんと持ち帰るを出せば。みんなサレンダーばっかりだね。対戦ありがとうございました。最後の試合になります。つまり一番楽しかった試合です。相手は十二獅子。これは相手のプレミじゃないよ。無駄に展開が長いので早送り。エクシーズのミッションでも消化してるのかな。さて、ここで一番やっちゃダメなのが罠を全伏せすること。アーデウスの墓地送りはスターライトロードでも防げません。墓地に送られてもいい迷い風だけ伏せましょう。これが十二獅子対面の鉄則ね。ほーら、猿で攻撃してきた。4素材アーデウスの完成です。だがモリンペンは悪魔である。アーデウスを怪獣で処理したのでガン伏せしましょう。ああ、はいはい、そっちのパターンね。
いつもので耐える。うらら撃たれたけど問題ない。だって墓地に触手が落ちたからね。2体で親玉召喚。相手はネトラレオンの効果発動だからモンスター効果を受けないんだってば。うらら引きすぎじゃね。でも触手の展開は止まらないぜ。エクシーズしないでインド。この構えは、まさか。未来竜王ね、取ったー。これ最強だろう。さあ、できるものならこの布陣を突破してみろ。まあ無理だろうけどな。迷い風の効果にターン1などないよ。ああ、モリンフェンの触手がー。対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか。以上がフェス専用の触手ネトラレデッキの紹介でした。このように環境デッキ相手にも対等、いやそれ以上に戦えます。ぜひともみんなも組んでみよう。そして最後にこのデッキの弱点を一つ。シンクロと魔法のミッションが終わらねー。